本日ご紹介するのはタレント女優で活躍中の新山千春さん。1981年生まれ、青森県出身。透明感のある正統派美少女として人気を博し、現在でも大活躍中の新山千春さん。第20回ホリプロタレントスカウトキャラバンの審査員特別賞を受賞したのをきっかけに芸能界入りした千春さんは、その後映画お日柄もよくも愁傷様で女優デビュー。女優だけでなくバラエティ番組やクイズ番組の MC やアシスタントも務め上げ、その誰もが羨む美少女っぷりにうなぎ登りにお茶の間からの人気と知名度を上げていきました。その活躍はグラビアの方面でも見せており、見るからにすべすべで美しい肌と細身でありながらもしっかりと肉付き感も感じられるそのボディで大人気となりました。これほどまでの美少女っぷりとこのたまらない体つきは、エチエチ警察が慌てて出動しそうなほどの犯罪級レベルと言えるでしょう。この美しさを42歳となった今でも変わらず保ち続けているのが千春さんのすごいところで、ここ最近では2020年に YouTube チャンネルを開設し、その変わらない美貌と素敵な表情の千春さんを私たちに届けてくれています。気になった方は千春ぐと検索してみてくださいね。さらにはマッチングアプリで出会った男性との恋仲も最近では噂されており、なんと14歳も年下の方だそうです。チャンネル主はこのことを知ってから偉人芸能人を狙ってマッチングアプリを始めたようで、毎日仕事もせずにスマホとにらめっこしています。視聴者の皆さんはこのようにならないようにマッチングアプリはほどほどにしておきましょう。以上、今も昔も変わらぬ美しさを持ち芸能界でマルチな活躍を見せ続ける新山千春さんのご紹介でした。今後の彼女の活躍にも期待しておきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではアイドル、グラビアアイドルをその魅力とともに紹介していきます。よかったという方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。